皆さんおっきいよ。をえー、つい先日のことなんですけど、あの、普通に電車ピッて、あの、電子マネー、あの、スイカで入るじゃないですか。で、乗って、あの、まあ、出かけようと思ったらあ、なんか体調悪くて具合悪いことに気づいたんだよね。電車乗ってる最中に。それで、あ、今日体調悪いからちょっと戻ろう。家に帰ろうと思って、あの、戻ったんですよ。それで、 あのピッて入った駅にまたつ,つくじゃないですかその時にあの駅員さんにね、まあ、俺こう言ったんだよねあのすいませんあのちょっと体調悪くなってあの戻りたいんですけどちょっとこれリセットしてもらえますかって言ったら店員じゃない駅員の方が「あ,のあ分かりました」っつってちなみにどこまで行かれましたかって聞いたんだよねそれで俺正直に答えるつに、まあ、正直何駅か乗ったわけよ乗ったのに あのそう言うとお金取られちゃうの分かってたからいや乗ってないんですよって嘘ついたんだよね <laughs> でうんなんか、まあ、別そういう乗ってあのちょっと乗ってないんですよちょっとホームにいたんですみたいなこと言ったのかなまあ乗ったっていうとさ金発生しちゃうから、まあ、それで嘘ついてあのあ分かりましたって言ってじゃあリセットしますよって言って帰ったわけよでさ それが2、3日前の話で,で、今になってさ、やっぱあれよ,よくねえなと思ってさ、<laughs> あの、うん、たまたま今シーランドロケッツのさなんかテレビ見てたらさ、鮎川さんがさ、自分のなんか娘たちにはなんか嘘をつくな、堂々としろって教育してるみたいなことをさ、娘がやっていて、っていうのを見てさ、俺、そういえばなんか3日ぐらい前に、なんか6でもいない数百円のために嘘ついたなと思って。 やべえどうしようと思ってなんか、面振りしてんだよね、今。まあ、正直に、じゃあ、こうしよう。まあ、正直に、まあ、そのことを、あの、えに言って、金払いに行きます。マジで <laughs>。気持ち悪いね、これは、さすがに。うん。まあ、そういう話があって、やっぱ、嘘は良くないよね。うん。なるべく嘘をつかずに生きてるんだけど、どうしても嘘ついてるんだよね、いろんなところで。まあ、一人かは少ない方だと思うけど、 どうしてもね、なんか、幼少期で嘘,嘘ついちゃってるんだよね。でもやっぱ嘘は良くないよね。心を弱くする。人間を弱くするだけだと思うし。しょうがないか。うん、金払いに行くか、正直に。こういうことがあって。ちょっとすいません。ちょっと嘘ついちゃったんで。とか、因果を放ってあるしね。うん、仏教チャンネル、大悟翔さんとかでもやっぱ、どんな時でも誠実にね、いなさいって言ってたから。やっぱその方がいいんだよね。長い目で見たら。っていうお話でした。以上です。 どうもありがとうございました。